オトメザ銀河団は銀河系の近傍にある銀河団。地球から約15から 22MPC の距離にあり、約1300から2000個の銀河をメンバーとして含む。オトメザ銀河団はより大きなオトメザ超銀河団の中核部分を成している。我々の銀河系が属する局所銀河群は、この超銀河団の外れにあるメンバーである。オトメザ銀河団は1781年に、 シャルルメシエによって発見された。彼はこの銀河団の巨大楕円銀河である M87 をはじめ、乙女座銀河団の多くのメンバー銀河の位置をメシエカタログに記録している。この銀河団は名前の通り、地球から見て中心が乙女座の方向にあり、最大約8度の範囲に広がっている。メンバー銀河の多くは小口径の望遠鏡でも観察できる。 この銀河団までの距離については未だに議論の余地があるが2005年現在で最も精度が良いと考えられるハップル宇宙望遠鏡によるケフェード変更性を用いた距離測定によると平均して約 20mpc という値が得られている。乙女座銀河団の銀河は渦巻き銀河と楕円銀河がかなり不均一に混ざった構成になっている。 2005年までの観測によれば、この銀河団の渦巻き銀河は、我々の視線方向に沿って、葉巻状に伸びた長球形に分布しており、分布域の長さは、幅よりも約4倍長いとされている。分布域の端は、W クラウドと呼ばれる別の銀河団につながっている。一方、楕円銀河は、渦巻き銀河よりも、ずっと銀河団中央部に集中している。 オトメザ河団は M87、M86、M49 銀河を中心に持つ3つの別々の小さな塊が一体に集まった構造になっている。この3つの塊の中では M87 の塊が最も大きく約1014太陽質量の質量を持つ。これは他の2つの塊よりも約1桁大きい値である。オトメザギンが 大きな質量を持っていることは、銀河団のメンバー銀河が高い特有速度を持っていることからわかる。メンバー銀河の特有速度は、銀河団中心に対して 1600km 毎秒に達することがある。オ女メザ銀河団は、オ女メザ超銀河団に属しており、その重力によって、銀河系の近傍銀河の交代運動にはブレーキがかかっている。局所銀河群の交代速度は、 乙女メザ河団の大きな質量に惹かれて約10%減速している。ありがとうございます。